きりした。シュブルーズって泳ぐのがすっごく早いんだな。オイラが飛ぶより早かったぞ。でもなんで特巡隊に入ったんだ？父親の影響か？それも少しはあるかもな。だがそれよりも子供の頃から小説に出てくる正義のヒーローに憧れていたという方が大きいかもしれない。本当に小説が好きなんだな。特巡隊に入ってから気づいたのだが、現実と小説の落差はやはり大きい。さあもう少し歩こう。実際自分の行いが正しいのか迷うこともある。だがどうであれ泳ぎ続けねばならないのは分かっている。この目にはあの対岸しか見えていないのだから。逃げるなって。うらっ。散歩に付き合ってくれたこと礼を言う。話をしたら気持ちが随分楽になった。あれ、いつの間にかあの作家の家の近くまで来てたんだな。本当だ、こんなに近くにあったのか。本当に花をいっぱい育ててるんだな。小説に書いてあるのと同じだ。パイモン、旅人、見てくれ、庭のレインボーローズが咲いている。少し遅くなったが、事件の調査に付き合ってくれたこと感謝する。今回は特巡隊を代表してではなく、個人として礼を言わせてくれ。まだ私と父の物語を聞きたいのか？父とは共に過ごした時間が長いとは言えない。特巡隊の仕事が忙しかったこともあり、あの頃父はいつも帰りが遅かったし、帰宅しない日もあった。ある時、父が長いこと帰ってこなかった。一週間ほどだったか。町に買い物に出た時、初めて父が、いわゆる罪人になったことを知った。そして私は、罪人の娘となったのだ。だが、その話は、また今度にしよう。実のところ、ベロニカと彼女の兄には同情してる。二人が恨む気持ちもよくわかる。だがそれは、彼らが悪の道を行くのを認めるという意味ではない。たとえそれがもう一つの正義に通じているとしても。永遠は現実とは違う。あれは芸術であり、人々の心の内にある憧れだ。私は二重視が気に入ってるし、喜んで主役を演じさせてもらった。上映されたら歌劇場に見に行くつもりだ。観客も必ず、この永遠の結末を気に入ってくれるだろう。まあ、気遣い感謝する。では、授賞式で会おう。あの永遠は、絶対に受賞するだろうからな。